今日はディメイクとディマッド部の違いとディマッド部の活用例をご紹介します <music> こんにちはリンシグマブラックベルトのマイクね神です前回の動画で僕のクライアントさんがどううのようにして新しいプロジェクトの選定をしたのかをご紹介しました 今までリンシグマプロジェクトのフレームワークであるリメイクのことを多くの動画で話してきましたリメイクは既存業務フローの改善プロジェクトで使いますそれに対して今回の彼のプロジェクトは系列店営業にデータ活用をしたプロセスを確立することで全く新しい業務フローを確立するプロジェクトですこれには厳密に言うとリメイクではなくディマッドを使います ディマッドブの最初の3段階は定期段階測定段階分析段階でリメイクと同じですが内容はちょっと違ってきますその後の DV はデザインとベリファイで設計段階と検証段階となります今回のプロジェクトをディマッドブの流れで簡単に説明します最初の定期段階ではどんなプロジェクトをやるのかを定義します実際に彼はプロジェクト検証を作って目的目標を決め WBS を使ってプロジェクトのタスクを書き出しガンドチャートで予定表を作りました測定段階では対象プロセスの顧客のニーズ VOC Voice of Customer を集めそれを達成するプロセス側の重要品質特性 CTQ クリティックカウンクオリティに変換しますこの概念をよく説明した動画があります上のリンクをクリックしてご覧になってみてください このプロセスのお客さんは僕のクライアント自身で彼のニーズがそのまま VOC になります今回はバラバラにある顧客データや販売データを一つの場所に集めてそこから営業に活かせる情報やツールを出せるようにしたいが出発点でした重要な KPI はシンプルで売り上げを上げることです 次からリメイクと大ききく違ってきます。リメイクの分析段階では対象プロセスの重要課題を見つけその根本原因を探し出すのが要紙でしたリマッドブでは測定段階で確定した CTQ を達成するためのさらに具体的な機能を上げていき設計の基本コンセプトを決めます リメイクではナゼナゼで分析英語では 5Y アナライスですがそれと特選用イズを使って根本原因を見つけますディマンド部では CTQ が課題でそれに対する解決策が欲しいのですその CTQ の解決をどのようにどのようにまたどのようにしたらできるのかと自分にまたは会議で繰り返し解いていく 5How 分析をするのです それで多くの解決案を挙げていき、特性要因図上でまとめるのです。これがそれになります。これが基本コンセプトとして使えるのです。これについては今後の動画でまたやります。そして基本コンセプトに従って新プロセスのサイポック分析をし、物と情報の流れ図を書き、それがそのまま開発する Excel プログラムの設計図になります。 Demand 部では次が設計段階です。ここでもっと綿密な設計計画書を作成し、新規プロセスを完成させます。今回のプロジェクトでは、すべて Excel 上での開発になります。設計計画書も分析段階で作った特性要因図と物と情報の流れ図で済みました。 最後の検証段階では設計段階で完成したプロセスがちゃんと顧客のニーズを達成するのかを検証しますまたは作業者が今後も常に正確にこのプロセスの作業ができる仕組みづくりをします今回のプロジェクトでは標準作業手順書 SOP を Excel 内に作りました今回は新規業務フローを開発する時のガイドラインになるリ e m ンド部をご紹介しました 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また関連ビデオをクリックし、ご覧になってみてください。それでは。